こんにちは、こんばんは、葵です。学校であった怖い話 S22 回目始めていきます。さて、7話目のなんかえらいなんかゲームをやらされているんですけど、はい、私毒飲まされまして、その解毒剤を探すのにあと4時間半学校を探せということなんですけど、急ぎましょう。まずどこへ行く？あ、何これ、めっちゃあるじゃん。科学室、美術室、保健室、体育館、旧校舎、お、興味あるな。職員室、宿直室。宿直室ってなんか、なんだっけ。あの、黒田先生いるんじゃない？やべえ人。その他ってなんだろう？あ、選んじゃった。あ、あ、切り替わる。教室、トイレ、トイレ、ぽいな。花壇、調理実習室、新聞部の部室。あー、ここスタートしたんだよね。案外こういうところがやばい。図書室、そうだな。あ、戻った。案外、やっぱね、このゲームやってきて一番怖かった話はやっぱ、美術室の話なんですね。あの、絵の話が僕は一番ゾッとしましたね。総当たりで行くとやばいんかな。とりあえず好きなもの行ってしまおうか。美術室とか。美術室に行くことにした。でも不安はある。本当にそんなところにあるんだろうか。いや、当てずっぽうでしかないね。あ、時間減った。3分減った。そういうシステムね。美術室のドアは閉まっていた。閉まった。鍵がなくちゃどこにも行けない。あ、施錠してあるの。鍵はどこにあるんだ。科学室、美術室。鍵束みたいなやつか。やっぱ職員室でしょ。宿直室、僕、学生時代にあの、中学校時とか、ね、先生に内緒でみんなであの、体育館倉庫入って遊んでましたけど、職員室にはこっそり入って、鍵取って、ね、体育館倉庫の開けて遊んでて、後でこっそり返しときましたけどね。宿直室はよくわかんないけど、どっちかだね、これ。職員室行ってみる。職員室に鍵かけてあったらどうすんだろうな。あ、やべえな。宿直室かもしれんね。まず職員室に行かなければ、どこにも行けやしない。そういえば宿直の先生はどうしたんだろう。黒田だろ？見つからないようにしなければ。そもそも空いてないとやばい。僕は職員室に着いた。よかった。幸い職員室の鍵は開いていた。セキュリティガバガバだな。電気も消えている。なんかテストの問題とかあって盗んでくやつがいそうだけどね。僕は職員室に忍び込んだ。時間はないんだ。いつの間にか6分過ぎてるわ。とにかくゆっくりはしてられない。どうする？戸棚を探す。何これ、やば。とりあえず最初に確認したのは電話だな。ま、ダメだろうけど。掲示板を探す。電話探す。電話かけてみようか、一応。ま、十中八九無理だけどね。十中十九。電話があるじゃないか。電話をすればいい。とにかく電話をかければ、誰か助けに来てくれるはずだ。どこに電話する？自分の家、警察。まあ、警察。他人の先生の家。めちゃくちゃかけてやる。警察か。まあ、どうせダメだろうと思う。僕は急いで受話器を取った。ダメだ。電話が切れている。あいつら電話線まで切り上がったのか。まあ、そりゃそうだよな。学校に僕は放つぐらいだからな。とにかく他を調べよう。戸棚、机、掲示板。とりあえず、総あたりで行くしかないね。あ、もう9分経ってるよ。選択肢選ぶごとに、ちょっとずつ減ってってますね。
僕は職員室にある戸棚を片っ端から探した。でも入っているのは書類ばかりだ。とてもアンプルな小瓶は置いていない。よく考えるんだ。奴らが隠しそうな場所、奴らが入れそうな場所。ほうほう。しかし考えれば考えるほど奴らはどこにでも隠せそうな気がしてきた。いや、デタラメじゃ多分ダメだよこれ。トイレあたりが怪しいかなと。結局戸棚にはめぼしいものは何もなかった。どこを調べる？あ、でもこれで選択肢潰したわけだから、今回ダメでも次回につなげれればいいと思うから、うん。2回目を視野に入れてやってこう。机探す。僕は職員室にある机を一つ残らず調べた。先生が何十人もいるので、すべての机を調べるのだけでもかなりの時間がかかってしまう。大雑把に調べたが、大したものは見つからなかった。大雑把じゃダメですよ。もっとよく調べた方がいいんだろうか。うん。もっとよく調べた方がいいって。2回調べたらどうなの？僕はもう一度机の中を調べることにした。あった！何が？いや違った。スタミナドリンク。マムシドリンクなんかいらないよ。先生も大変なんだな。こんな紛らわしいもの机の中に置いとくんじゃない。おや。なんだ。ドライバーセットか。あ、ゴルフやんの？いや、待てよ。何かに使えるかもしれない。あ、武器に使えるよね。ドライバーだったらね、パーンって、日野の野郎を。ドライバーを持っていこう。めっちゃいい武器だ。僕は小型のドライバーセットをポケットにしまい込む。ポケット？ドライバーって、プラスドライバー、マイナスドライバーのドライバーか。なんだ、やはりアンプルはない。時間だけがいたずらに過ぎていった。どうする？さっきみたいなパターンもあるんだったら、掲示板には何もある。わけが、鍵の束だ。そうか。鍵の束はここにかけてあったんだ。なんだ。この鍵がなければ、大事なところには入れない。この時間は大抵の部屋に鍵がかかっているからな。これはぜひ持っていかなければ。よし、僕は掲示板にかかっていた鍵の束を拝借した。掲示板には他に参考になるものはなかった。どうする？おだんな、電話かける。これでもう、いいんじゃないか？持ち物は確認できないのかな、これ。鍵束に、なんだっけ、さっきの、クラブじゃなくて、ドライバーか。まあ、場所を変えよう。あ、今鍵手に入れたから、どうしようか。全部行こうか。え、もう4時間6分になってるわ。とりあえず気になるところから行った方がいいんじゃない？科学室は全然気にならないしな。さっきの美術室入れるかどうか。美術室にそんなアンプルが置いてあるなんて思えないが、もしかしたらそういうところにこそあるかもしれない。美術室には鍵がかかっていた。あ、鍵持ってるよ。開いた。どうする？棚を探す。机。まあ、ここら辺は全部行った方がいいね。さっきの例があるから。美術準備室に行く？選択肢がさらに広がる。なんか取り留めがなくなってきた。棚を探す。うん。いろいろな美術関係の本が入っている。アンプルらしきものはなかった。どこを探す？突然棚のガラスに人の影が映った。人？後ろに誰かいる。どうする？振り返るか。それとも気がつかないふりをして、もう少し棚を探してみるか。え？気がつかないふりをする？なんかいきなり振り向いたらなんか、やばそうだね。振りをするってのいいね。うん。でもこっちは気づいてるわけだからな。僕はもう少し棚を探すふりをした。ガラスに映った影がだんだんと僕に近づいてくる。僕の真後ろに立った。そして手を振り上げた。え、やろうとしてんのか？今だ。という間に4時間切ってるわ。
僕はそいつに肩から体当たりをかました。あ、いいよ。風間じゃん。ギャッ。不意をつかれたそいつは、もろに僕の体当たりを食らい倒れた。僕はそいつに踊りかかった。あ、こいつなら勝てる。風間だった。貴様。僕は風間の首を締め上げた。風間は苦しそうにうめき声を上げた。弱っ。苦しい。話してくれよ。死んじまうだろ。どうする？もっと首を締め上げる。追い詰めてやろうか。緩めたったらこいつ突き上がるからな。うん。僕は遠慮なくもっと首を締め上げた。ふざけるな。真相なのはこっちの方だ。やめろ。こんなことすると、日野様たちが黙っていない。ぞ。風間の手から、カンナがこぼれ落ちた。カンナ？え？まさかこれで僕を後ろから襲うつもりだったのか。なんでカンナ？と風間はわからんわ。首を絞められながらも、薄ら笑いを浮かべている。まだこいつ。殴る。さらに、首を絞め上げる。殴る。頭を棚にぶつける。離してやる。離すのはないな。時間は経ってるな。棚にぶつけてやろうか。脅す意味でな。もう奴に遠慮することはない。首を締め上げたまま、戸棚の中に風間の顔を突っ込んだ。バカー。ギャー。ものすごい音がしてガラスが割れ。え、それちょっとやりすぎじゃね？その中に風間の頭を押し込んだ。いや、こっちとら命かかってるからね。ガラスで頭を切ったのか、風間の額から一筋の血が流れ落ちていた。殺すぞ。僕は風間の耳元でそう言ってやった。許して。悪かった。あ、これはいい対処方法なのかもしれんね。こいつに対してだけは。途端に風間は人が変わったように僕に許しを請うた。僕が許してくれと頼んだとき、こいつらは笑って言いやがった。それなのにこいつは今、手のひらを返したようにおとなしい。何でもしますから、許してください。お願いです。風間。何でもする？本当か。全部吐かせようか。僕は念を押した。はい。風間は何度も大きくうなずいた。うなずくたびに風間の頭から血が流れ落ちた。出血してんだな。どうする？殴る。さらに殴る。どうして殺そうとするのかを聞く。アンプルがどこにあるのか聞く。逃がしてやる。縛っておく。逃がすはないな。せっかくのチャンスだから、縛っておくもいいけど。どうしようか。アンプルがどこにあるのか聞くか。こいつなら吐くかもしれんしな。まずどうして殺そうとするのか聞こう。うん。答えろ。復讐するためさ。いや、それは知ってるわ。風間は一瞬にやついたが、すぐに自分の立場を理解し、情けない顔をして言い直した。復讐のためです。敬語使いよった。下級生に。なんでだ？僕はお前なんか知らないぞ。なんで復讐されなきゃならないんだ？それが風間の気に触ったようだ。突然僕を睨みつけ、強気な態度を取った。やっぱ恨んでるんだ。忘れた？忘れただと？お前が忘れても僕は忘れないさ。2ヶ月前の雨の日を覚えているか？じゃん。そんなこと覚えてるか？あの日僕はデートだったんだ。その日、水溜まりを通ったお前に水を引っ掛けられたんだ。え？僕のズボンは汚れた。あの日初めて履いたズボンをお前は汚したんだ。それなのに、謝りもしなかった。まあ、不可抗力だよな。僕のデートは台無しだった。そんなんで台無しになるの、お前。それ、お前自身に問題があるんじゃないの？だからお前を殺さなきゃ気が済まないんだよ。え？風間は目を血ばらしらせ、僕に襲いかかってきた。うん、これはおそらく、責任転嫁というか、逆恨みだな。僕は奴を殴り飛ばし、もう一度押さえつけた。呆れて何も言えない。この面。本当にそれだけの理由で僕のことを殺そうとしたっていうのか？ズボンに水が跳ねただけで？
しかもそれがわざとじゃなく偶然起きたことなのに。さらに僕はそんなことがあったかどうかも覚えていないのに。いや、知ってたら、謝るよ。クリーニング代出すよ。けれどそれを根に持って僕を殺そうとした？こいつ頭がおかしい。僕は改めて恐ろしくなった。ある意味な。僕はこんな連中のために死ななきゃならないのか。ってことは、他の奴らもそれぞれそういう理由があるってこと？殺せよ。殺せばいいだろ。ペッ。あ、唾吐きやがった。風間は僕に唾を吐きかけた。どうする？殴る。これさっき聞いたな。アンプルがどこにあるのか、引き出してから縛るか。縛っとかないとえらいことになるからな。聞こうか。アンプルはどこにある？知らないな。自分で探せば？僕を殴るのもいいけど、そんなことしても時間が無駄なんじゃないの？確かに。3時間45分になってるわ。謝って機嫌を直してもらう。こういうこと言ったら急に突き上がるからな、こいつ。強気の態度に出る。これしかないね。お前死んでみるか。僕はもうすぐどうせ死ぬんだ。こんな奴らのために死んでしまうのだ。なぜこんな奴に謝る必要がある？お前さっき殺せって言ったな。お望み通り殺してやろうか。お前なんか死んでもアンプルを探す方法なんていくらでもあるさ。強気強気。僕はもう一度風間の頭を戸棚にぶつけようとした。今度はもう一つのガラスの割れてない戸棚に。やめてくれ。悪かった。何でも話すから。風間は裏返った声でわめいた。最初からそう言えばいいんだよ。アンプルはどこにある？それは日野しか知らないんだ。あ、最初にそう言ってたね。そういえば俺しか知らない。死ぬか。本当だ。本当なんだ。本当に知らないんだ。こいつは本当に知らないようだ。まあだろうな。知ってたらベラベラ喋りそうだもんね。こいつの言うことを信じるならばアンプルを探すか、あとは日野に直接聞くしかないようだ。他のやつを相手にしても仕方ないだろう。どうする？これは縛るか、踏んじばっとくかだね。あ、時間がどんどんなくなる。こんなやつのために時間使いたくないわ。僕は美術室にある電気ドリルのコードを引き抜くと、それで風間のことを縛りつけた。そして口の中に雑巾を押し込もうとした。やめろ、汚いだろ。僕の美しい顔に何すんだよ。どこが？うるさい。殺されないだけでもありがたく思え。僕は風間の口に汚れた雑巾を押し込んだ。一番汚いやつに押し込め。もごもご言ってもがいていたが、すぐに諦めておとなしくなった。さあ、行動に移そう。なんかすげえ時間の無駄になった気がする。あいつの動機を聞いただけな気がするわ。棚はいいか。机を探す。一つずつ中を覗き込む。暗くてよくわからないけれど。あ、これはなんだ？引っ張り出してみると、掘りかけの版画の板だった。誰かの忘れ物だろうか。版画か。そういえば、ここなら何か武器になるものがあるかもしれないな。彫刻か。彫刻刀とか。ここには他に何もないようだ。というか、のみだな。のみとハンマー。さて、どこを見てみよう。工具棚を探す。ありそう。アンプルなんかなかった。けれど、ノコギリやらトンカチやらがたくさんある。ノコギリ、トンカチ。奴らと戦うことになりそうだな。僕は工具棚を物色した。工具箱ごと持っていきたいが、重くて邪魔になりそうだ。僕はその中からトンカチとノコギリを手に取った。二刀流だ。ノコギリトンカチか。宮本武蔵にでもなった気分だ。まさに生きるか死ぬかだ。僕はトンカチとノコギリを腰のベルトに突き刺した。ノコギリちょっと邪魔そうだな。トンカチ良さそうね。さあどうする？美術準備室に行く。じゃあ、ここでまた選択肢か。
3時33分。じゃあ、残り3時間33分だ。僕は美術室の隣にある美術準備室に向かった。どうする？戸棚を探す。机を探す。じゃあまず、やっぱこの辺は全部探していくしかないよね。戸棚には美術部の生徒が描いたらしい絵がたくさんあった。あ、こういうところに、前の一番怖かった話の絵があったんだよね。こんなところにアンプルなんかあるわけないか。おや？僕はその中から一枚の肖像画を見つけた。あれか？岩下だ。岩下？僕の元カノ？もう元カノだよな。誰が描いたのかわからないが、そのキャンパスに描かれていたのは紛れもない岩下明美だった。何かに使えるかも。なんで岩下ちゃん？僕はその絵を持っていくことにした。なんか呪われてそう。次はどうする？なんか何気にアイテム手に入れてくね。机を探す。なんか2回探すみたいな感じだったよね、さっき。職員室なんか。引き出しもない古ぼけた大きな机だ。画板が乱雑に積んである。ここには何もなさそうだ。もういいのかな？例えば2回探しても意味ないよね。あ、時間進んじゃうな。3分も進んだわ、今。あ、同じことになるな。職員室の場合は、なんか念押されたからだな。2回探しても全く意味がないってことだね。慎重に行こう、慎重に。もういいや、場所変えよう。ちょっと移動するだけで3分経っちゃうわ。鍵持ってるんでどこでも行けるってことだね。どうしようか。総あたりで本当は行こうと思ったんだけど、それじゃあ、あれなんで、1回目は、これ1周目として、チャレンジ1として、気になるとこだけ探していこうか。旧校舎は絶対的に気になるよね。あと宿直室も。ここだな、じゃ。僕は旧校舎に行くことにした。どや。さすがに今の僕でも旧校舎は怖い。旧校舎には電気が通っていないから、懐中電灯でもない限りとても探すことはできないだろう。懐中電灯か。僕は懐中電灯を持っていない。あー、これ懐中電灯を探すフラグか。どうする？それでも旧校舎の中に入ってみるか。これ2回目やるとき、ここにはまず行くべきじゃないってことだね。入る？場所を変える？変えよう！あえて。ちょっと来たの無駄だった気がするわ。時間無駄にしたー。ひえー。職員室はがっつり探したよね、割と。ちくちょく行ってみるか。気になるもんな。黒田先生いそうだ。そうだ。宿直室には担当の先生がいるはずだ。あ、違うわ。宿直室行けば、絶対懐中電灯があると思うんだよな。他にありえんもんない。夜の見回りするはずだから、旧校舎もね。うん。ちゃんと考えなきゃな、やっぱり。どの先生かわからないけれど、行ってみよう。どうせ黒ちゃんだろう。事情を話せばなんとかなるかも。いや、怒られるだけか。か、殺されるかだ。一か八かだ。行ってみよう。っていうか、宿直の先生はこの、あいつらのこと知らないはずなんじゃね？宿直室には電気がついていた。閉めた。誰かいる。ドアには鍵がかかっていた。え、いるのに、鍵かかってんの？すいません、すいません、お願いです。開けてください。返事はなかった。じゃあいないんだな。今見回りに行っているんだろうか。どうする？入ってみるか？それとも他へ行くか。じゃあさっと入って、さっと懐中電灯を奪う。持って逃げる。持ってっちゃってるかもね。鍵を開けた。もうあと3時間ぐらいしかないぞ。テレビがついていた。先生は、
え、先生いたの？僕に背を向けてテレビを見ていた。無視か。先生に駆け寄る。あ、やばいわ、これ。そもそも黒戸だったらやばいし、部屋をよく見てみる。こっちだな。うん。変だ。中に先生がいるのに返事がないなんて、うん。もしや何かあったのでは。僕は思わず部屋を見回した。この部屋に隠れるようなところはない。僕はもう一度声をかけた。先生？っていうかどの先生？黒田先生と違うの？だがやっぱり返事は返ってこなかった。まさか。僕は駆け寄り先生の肩に手を置いた。すると、先生はそのままぐったりと倒れた。わっ。先生の喉は舞一文字にかっさばかれていた。死んでる。死ね。誰？突然声がした。残り3時間。振動か。振り向くとドアから振動が襲いかかってきた。手にはナイフを持っている。え、こいつがやったの？うわ、間一髪避けた。なんかこの斜め、ちょっと今までとスケールが違うな。ナイフが僕の方法をえぐる。熱い。あ、切られたな。僕は腰に刺したトンカチとノコギリを引き抜いた。あ、二刀流持ってた。それを見て振動がにやりと笑った。随分と物騒なもの持ってるじゃないか。それで俺とやり合おうってのか。振動がナイフを構えて僕の様子を伺っている。随分と喧嘩慣れしてそうだ。確かにな。下手に飛び込むとこっちがやられる。でもそれは振動だって同じことだ。お互いが様子を伺い合う。お前が先生を殺したのか。ああ、邪魔だったからな。こいつ人を殺して何とも思わないのか。いや、おかしい奴らばっかりだよ。このままじゃ時間だけが過ぎていく。どうする？相手の懐に飛び込む。それさっきいかんって言ったばっかじゃん、自分で。トンカチを投げつける。あ、これいいね。そもそも相手ナイフ持ってんだから懐に飛び込んだら、うん、向こうの有利になるだけだよな。投げつけだよな、トンカチ。謝る。ないな。とりあえず逃げる。逃げたら後ろからザクっていかれるだけだよな。トンカチ一択だよな。そのためのトンカチだったんじゃね。いたれ。僕は思わずトンカチを投げつけた。ぐっ。振動が両手を顔の前に出して防いだとき、僕はもう片方の手で持っていたノコギリを振り下ろした。うまい。ギャッ。ノコギリは振動の右手に食い込み、やつはナイフを落とした。すごい。僕はそのまま体をぶつけ、やつを押し倒し、馬乗りになった。マウント？グハッ。めっちゃ手際いいな、主人公。あいつの落としたナイフをすぐに取ると、それをやつの喉元に押し付けた。振動が震えている。そして、おとなしくなった。その間、約3分。すげえ。僕の隙を伺っているのか、それとも諦めたのか。さあ、どうする？もっとナイフを押し付ける。どうして殺そうとするのか聞く。アンプルがどこにあるのか聞く。これはないな。アンプルは、知らんってことだからな。多分、日野しか知らんってのは本当なんだろう。逃がしてやる、ないな。縛るか。これは聞きたいな。うん。脅しに乗るかな、こいつは。しかし、どうして僕を殺そうとする？僕はお前に復讐される覚えなんかないぞ。そう言うと、シンドはカッと目を見開いたと、下げずむような目をして鼻で笑った。ふん。お前が俺のことを知らないだと？お前のような悪人は、そうだろうな。え？悪人って言われた、また。俺が新入生のクラブ勧誘をした時のことなんか覚えてないだろうな。僕は眉をしかめた。クラブ勧誘の時、何人もの先輩と話をしたが、振動の顔に覚えはない。その顔は覚えてないってことだな。別に期待なんかしてないさ。俺は何度もお前に声をかけた。でもお前は俺のことを無視して言っちまったのさ。それで？それだけだ。え？それだけ？
僕は進藤の言葉が信じられなかった。無視したから？それでお前を殺すには十分すぎる理由じゃないか。死ね。僕には進藤の言葉があまりに衝撃的で一瞬の隙ができてしまった。え、それを進藤は見逃さなかった。僕を跳ね飛ばすと、僕が投げたトンカチを拾い、それを振り上げ襲いかかってきた。わっ、僕は思わず手元にあったテレビのコードを引っ張った。あっ、コードにつまずき進藤が倒れる。僕はそのままコードを引き抜くと、後ろ手に進藤を縛り上げた。すげえ、主人公すげえ。やめろ、離せ。喧嘩慣れしてる進藤を手玉に取った感じがするね。こんなやつ殺す気も起きない。僕は進藤を縛り上げると、転がってる先生の靴下を脱がし、それを進藤の口に押し込んだ。めっちゃ臭い。ん？そして進藤の方を引っ叩いた。うるさい、お前にはそれで十分だ。後で警察に突き出してやる、この人殺しめ。僕は進藤に猿靴輪をし、柱に縛りつけた。めっちゃ手際いい。というか主人公無双してるないか。そして進藤が持っていたナイフを持っていくことにした。あ、ナイフね。トンカチやノコギリよりもこっちの方が使い勝手が良さそうだ。さてどうする。宿直室を調べなければ。あ、じゃあここ調べて、なんだっけ、何しようとしてたんだっけ。あー、懐中電灯あったらいいと思ってきたんだよな。流しを調べる。食べた後のカップラーメンの器が置いてある。あー、悲しい。殺された先生の最後の晩餐だったんだろうか。押し入れ、棚だろうな。押し入れも調べよう。布団が一組、それ以外は何もない。一応布団も出してみようか。それやるでしょ。うん、引き出した。念には念を入れておこう。でも結局何もなかった。つかか。僕は乱暴に布団をしまい込んだ。2周目はやっぱカットできるものが多いということだな。2回目ね。テイク2では気をつけよう。棚を調べる。僕は棚を調べた。アンプルは見当たらないけれど、懐中電灯が置いてあった。やった。電気のつかない場所もある。これがさっきの旧校舎ですよ。これがあればそういう場所もなんとかなるだろう。僕は懐中電灯を持っていくことにした。じゃあこれでもう旧校舎行けますね。どうする。じゃあここにはもう用はないな。残りどんだけんだ。減ったなぁ。よし、違う場所行こう。どこへ行く？そうですね。あとは旧校舎行けますけど、他どうだろう。うわぁ、ちょっと待って。教室、トイレ。気になるのは一応、まあ、トイレ。あと、話に出てきた花壇に、あと、新聞部の部室ぐらいかな。図書室、調理実習室、コモはスルーかな。教室もな。はい、じゃあ今回はここで切ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。